はい、皆さんこんにちは。今日はですね、超久しぶりの、ドゥエマプレイス実況動画上げていくんですが、98連勝突破した、今回ボルコンのね最終形態使っていくんやけども、まずゼリーアームとねスワンプアームっていうパラサイド系を採用して、進化圏の、カオスワームに当てていくと、いうような構築のデッキになってるんやけども、以前もねこの腐食中スワンプマームを、採用した構築というものはねボルコンに刺さると、言ってきたんやけども、死の宣告の上位互換なんよね。クリーチャーを展開しつつ、相手のね盤面を処理することができると、これがね結構強いよね。でボルコンとのシナジーがかなり良くて、例えばアルカディアス単体とかのクリーチャーに関しても、呪文を使わずして相手のクリーチャーを破壊することができると、これがねこの環境にとってすごい重要な、一手であると。でその重要な一手を担うのがやっぱこのスワンプワームだよね。でも今回はいきなりねもうデッキ紹介していくんやけども、チンチンが2枚採用で、ゴーストタッチが3枚、ツレツレグサ3枚で、ゼリーワーム3枚、希望を貫くシュッシュスルーが3枚で、汽車男2枚採用、それからクエイクゲートが3枚採用で、エレンイェーが1枚採用、ミストレースが2枚採用で、カオスアーム2枚採用、トルネードフレームが2枚で、グランギューレが1枚採用、スワンプアームが2枚採用で、デーモンハンド4枚、バーストショット2枚で、私の名前を呼んだか決着をつけようが4枚で、ロストソウルが1枚採用と。で構築はね結構面白くて、非常にね今人気の構築ということで、ボルコンにとってはねすごいこう最終形態、ボルコンを作るデッキ方、ボルコンをこう考える上で、一番こう中核を担うような、構築になってるんで、もしね気になる方がいればこのデッキをね作ってもらえればなと思うんですが、この動画を見てね面白いなとかね参考になるなと思った方は、ぜひねチャンネル登録と高評価ねよろしくお願いします。さあマッチングしました。ちょっとデュエルマスターズプレイスはね久しぶりの実況っていうか、実況自体ねかなりこう久しぶりにはなるんやけども、まずは1枚目、なんだこれ、レゾバロス小坂氏カード出すな、タコスケがガーディアンデッキかな。なんか最近このガーディアンをね主軸するデッキというものは結構トレンドではあるんやけども、私に勝てるというね2文字を展開、小坂氏な、まずは2枚目、だが私はサリエスを張ることによってこの盤面の抵抗力を防ぐことができるわけだ。まずは1枚目、アラバレオダークネスインフィニティを通常召喚で特殊召喚する。このカードが盤面にいる限りお前は僕の魂を恨うことなどできないんだよ。占いで占うことができるのは真実だけなんだ。なんだそのカードは、小賢しいカードを出すんじゃないよ。だが何もできやしない、何もできやしない人間に運命を変えることなんてできやしないんだ。運命を変えることができない人間に世界を変えることもできないんだ。さあ相手手札1枚やね。で相手攻撃できないんでね、まずは1枚目、だがもちろんここはブロックしていくよ。次のターンに汽車男で貴様のハンデスをしながら、私は遊郭的な世界の世界線を見据えようではないか。まずは1枚目、ベン。そして相手は多分進化のクリーチャーやと思うよね。見せてあげるよ、世界の終焉の猛火というものをな。まずは1枚目、下がって下がって、発射します。あい、おいね、この青空は俺が守る。新環境もあと4日ぐらいかなで追加されるみたいなんやけども、非常に楽しみやんね。さあ相手これ光文明短縮デッキか、そんな悠長なカードで私を倒せるっていうさ、甘えた意識がもったいないよね。現れよダークネスミストリエスを召喚する。ダークネスミストリエスが召喚された時、相手のクリーチャーもしくは私のクリーチャーが出る瞬間にドローを促すことができるわけだ。まずは1枚目、次のターンにボルメテウスを召喚するぜ。その時が貴様の最後の命だ。命削りの考察を発動するぜ。まずは1枚目、これで私のハンドが2枚になったことによってマナーを置きながらボルメテウスを挽回。この数式が、この数式が出る答えは何だ。接点 T、AB を通る接点 T ね。おー、おー、
まあ相打ちはしないか。面白いね。なんかその程度の火力で私を追い詰めたというのはまた話が違うわけだ。私の名前を呼んだか決着をつけよう。まずは2枚目。さあここはドロソー、おいいね、スワンプアームバイデルグリティと破壊するでしょ。あーねえ、あーまあ光分、まあでも相手にまあまあこれもいいや。焦る必要性はない、私が勝つという未来は確定しているんだからな。ブロッカーばっか置いて、所詮は時間稼ぎに過ぎないわ。そんなものは私にとったらそんなものは時間稼ぎに過ぎない。時間を稼ぐことに何の意味があるって言うんだよ。それが世界の終焉の猛火というのならば、私はその終焉の猛火というものをお前に見せてあげるよ。こういう動きはどう感じるかな。まずは1枚目、ベーン。まずは2枚目、チンチンの使徒サリエスを召喚しながら相手の盤面をしっかり上から取ることができるわけだ。この数式から出る接点はなんだ。 AB 通る接点 T ね。おお、所詮入試問題という箱庭の中でしか生きていけない回答に過ぎないんだ。いいかな。おお、数学っていうのはこういう風に解いていくんですよね。おお、なんだこのデッキ、スパイラルフラッシュ相手に、おお、なんか すごいデッキ使ってくんな。だが勝敗は決した。世界の終焉の猛火というものはもう生まれているんだよ。クエッザクシペン。まずは1枚目、だが無駄なあがきをするだけ時間の無駄だ。さあカオスワーム引いていく。これスワンプマンのカオスワームでありそうなんやけど、まずは1枚目。まあ殴っていくのがまあ良さそうやんね。まあでもボルメテウスもありはありなんやけどね。まあ相手のクリーチャーを破壊させてね、それもありなんやけど、まあボルメ、まあボルメテウスが濃厚か。私の名前を呼んだか決着をつけよう。まあ、こんな感じで結構火力のソースがね高いっていうのが、まあ、このデッキの強みやと思うよね。決着をつけよう、私の名前を呼んだか。まずは1枚目、勝負を決める、世界を決める、世界を動かす、銀河を動かす、この数式が出る答えはなんだ。 AB を通る接点 T ね。よし、無駄なあがきだということがまだわからぬか。ブロッカーもタップするしかないと。だが相手は3000のクリーチャーに何ができるって言うんだよ。まさかとは思うけど、サリエスを相手するわけにもいかないだろうね。そして次のターンボルメテウスでシールドトリガーは発動しない。この数式から出る答えはなんだ。まずは1枚目、現れよ、デスティニーヒーロー召喚。このカードが召喚されたとき、相手はクリーチャーを1枚選択肢墓地へ送る。これこそがこのデッキの世界の仕事割りなんだ。まずは1枚目、まずは1枚目、綺麗な行動で世界を超える、世界の終焉を見据える。私の勝ちだ、チェックメイトだ、ベイビー。